一言お願いします。勝ちました。打った瞬間いかがでした？いや入るとは思わなかったですけど、入ったよ。これも謙虚と捉えていいのかどう捉えていいのかちょっと分かりませんけれども、手応え的にはそうでもなかったんですか？手応えはありました。しかし大変な試合になりました。ベンチで自分の出番をどう待ってたんですか？監督コーチから行けと言われたとき、どんな思いで打席に向かったんですか？そうですね、最初から最後まで選手が皆さん頑張ってたんで、僕もその力になれるように、チームに、この勝利に近づけるような仕事をしようと思って。ニコラスさん、ダイヤモンド一周、大変なファンの歓声を受けました。どうでした？さよならホームラン初めてだったんで、とにかく勝ててよかったです。これまでの2年前のあの後方の甲子園を思い出したファンも多かったと思いますが、やっぱり阪神戦クライマックスシリーズ、お父さんですね。そうですね、いい選手で入ってるんで、明日も継続して守りたいと思います。挑戦権を得ます。では選手を代表して音坂さんからファンにお願いします。今日も応援ありがとうございます。ファンの皆様の応援がものすごい力になるので、明日もチーム一丸となって精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。勝利を目指してさらに相方と向こうの音坂選手にしていただきたいと思います。それでは